どっこいさん初のライブイベントを開催します。今まで密着してきた過去のメンバーも出ます。興味ある方は概要欄からご確認ください。どっこいさんだぞ。来年のその1月に自分で店を持つこと。今働いているところが日本で一番の店で、まあ、広さも全部内装も豪華で、そこの店の時間帯が朝なんだけど、その朝の時間帯のお店の代表を任せてもらいます。本当に今日させてもらいました。皆さんよろしくお願いします。さらに歌舞伎町を盛り上げて、一部で日本一、ルミネスの日本一を取り、この全員で歌舞伎町を制覇しましょう。僕から以上です。お願いします。Better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night.面接担当させてもらう、あの、2部代表の斉田翔太です。よろしくお願いします。ます JFK で、とりあえず、J って感じで。あ、お名前 JFK。JFK。あの、ジャパンの J に、はい、F は F は、はい。なぜか。洋室でやられる件に、ネットバスの JFK と。はい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 。私好きなのと、今日はまだ面接なんで一回本名を聞いてもいいですか。あ、はい、はい、ガモーヒゲハル。ガモーヒゲハルさん、ちょっといくつか質問させてもらっていいですか。はい、まず年齢を失礼ですけど、最初に聞いてもらっていいですか。年齢聞かれた時、あの、まあよく邪魔くらんですけど、はい、いくつに見えますねなんつって。まあでもこれはやっぱ、まあ僕らも今後もしかしたら一生関わってくることになるかもしれないんで、はい、年齢とかはそういうことを聞いて、上で僕らも別で判断したいんで、そうですね、はい、よろしくお願いします。です先月で50歳。50歳。夜歴はありますか。ないです。あ、初めてのところ、はい、あります。何を見て応募してくれたっていうのは。あの、どっこいさんが、あの、君が、あの、アベンの花、はい、アベンの花、はい、僕らの、うわ、すごいしたなんか記憶にあって、はい、歌舞伎町でこうとやるんだったらもうどっこいさんがここにということで決めたんですね。ええ、はい、まあ大体面接来る方で、まあ、事前にアポ取ってもらってから面接する機会が多いんですよ。だからアポを取らなかったら理由みたいなのを聞いてもいいですか。いや、私結構結論から入っちゃったはい、結論から、まあ、じゃあ、通り部の結論で、まあ、魚持ってじゃあみたいな感じで、結構急だと僕らも天気部とか、まあ、代表が対応できなかったりとか僕がいなかったりするんで、はい、結構事前にでも言ってもらうのがちょっと社会のあれかなと思うんで、そこだけ。あ、休む時は、え、休む時はじゃないです、出勤時、出勤時っていうか、まあ、ちょっとこれから雇うかどうかまだもう相談なんですけど、はい、まあ、店作るときもやっぱ一本連絡欲しかったなっていうのがありましたね、はい。現在の状況など教えてもらっていいですか。状況、はい、職業としては派遣でですね、川崎の東の島っていう、まあ、火力発電所があるんで、はい、あ、そちらの方で、ね、なるほど。今回は昨日で仕事をしたみたいな。あ、はい、そうです。まあ、年末、まあ、その、年始が5日からなんで、ね、はい、うん、とりあえず三が日いっぱいかかろうかなって感じですか。三が日、あの、店が三が日ちょっと休み。あ、そうですか。あ、年末は。年末は休みです。え、今日最初に始めた。そうですね、もうほぼ。その年末だけ探す、働くところを探してるみたいな感じ。いや、そうなんですよ。まあ、その、正月頑張るぞみたいな、はい、あ、まあ、意気込みで。あ、そうです。今後の目的や目標などあったら、ぜひ聞きたいんですけど。まあ、先ほどの、どこさんを言ったら捨てるかもしれない、はい、そのぐらいで、意気込みが、まあ、ナンバーワンですね。あ、ナンバーワン、まあ、歌舞伎町ナンバーワン、日本ナンバーワン、世界ナンバーワン、行くぞ。なんかあるんですか、ホストを目指す経緯だったり、お金なのか、なんでナンバーワンになりたいのか聞いてもいいですか。それはお金なのか、知名度なのか。お金ではないですよ、まあ、食えればいいから。食
ったら別にホストじゃなくてもダメですよ、ね、あとナンバーも取る必要もないですよ、ね、お言葉なんですが、お金のために有名になりたいのではなくて、ナンバーワンになりました、うまい酒飲もうよ、そしたらハッピー、みんなハッピー、こういう感じでざっと聞かせてもらったんですけど、はい、どうですか。そうですね、まあ僕としてはなんかガモさんがなんでホストやりたいかちょっと僕あんまピンとこなかったんですけど、熱意が伝わらないっていうか、熱意、お金のためじゃないにしろ、もう正直この店って日本一で、はい、来年から始まる2部はその同じこの箱でやる、本気で2部っていうのは、あ、ポーションの名前ですか、はい、あ、本当に同じように日本一取ってくメンバーで作っていくお店なんですけど、はい、まあ、あんま今日もアポないじゃないですか、まあ、もちろんそういうのも含めて、あ、その、まあ、常識的にはお電話して、まあ、お店の方とアポ取って、そうですね、はい、そうですね、基本は、まあ、さっき言ったように結論から、はい、それはもう私の、まあ、まあ、性格というか、なんでホストかなって思っちゃいます。本当にうちの店である必要があるのかなっていう感じです。いや、それはもうどこさんと働きたいっていうか、53歳で、はい、今からもう全部の仕事辞めてでもホストで頑張るっていう、全部の仕事辞めてまでと思ってないですけど、まあ昼食は昼食、そうするとまあ体力的に両方だと無理だと思うので、例えば、まあ、勤労に日曜はやった、まあ、それも調べないで動きちゃったっていうのは失礼だったんですけどね、はい、朝の6時から12時までやる営業の面接を今してるんですけど、あ、朝の6時から昼の12時、あ、そういう時間帯なんですか、はい、あ、朝ホストって通称呼ばれるんですか、あ、朝ホスト、そうですか、じゃあもう今のそのお弟子さんの仕事はやめちゃって、だから、はい、もうホスト行って、はい、なんでしたのか僕わかんないです、あんまり何か飛びたい、なんか取れないか取れたい理由はあります。にしてはだって遅いじゃないですか、30代とか20代が年齢の話ですか、年齢も遅いですし、まあ、年齢はまあ人生100年とかになってますので、気持ちはもう25なんですよ、もう25になったつもりで、そこは年齢に関して、トップダンディ、トップダンディラブ、トップダンディ朝営業では従業員を大募集します。 YouTube で密着されたい方、有名になりたい方、お金を稼ぎたい方、じゃんじゃんお待ちしてます。興味ある方は Twitter やインスタの DM からご連絡お待ちしてます。どっこいさんです。